藤井恵み、藤井恵み、藤井恵み、1974年4月26日体は、日本の女性総合格闘家、岡山県茨市出身、X 所属、柔道三段、ブラジリアン柔術黒帯、愛称は、藤めぐ、メめぐ、女性総合格闘家屈指のグラップラーで、総合格闘技では2010年10月の初黒星まで、 デビュー以来22戦22勝無敗であった。多くの勝ち星を開始1分以内で決めており、秒殺女王の異名を持つ。2012年頃まで、MMAWEKLY.COM、e、及びマイシングのランキングにおいて、パウンド4パウンド世界第1位の女性総合格闘家に、マイシング及びファイターガールズのランキングにおいて、 世界最高のフライ級女性総合格闘家に指名されていた。夫は総合格闘家の佐々木真嗣、父親の影響で柔道を3歳から始め、宿川学院高校、国士館大学でも柔道を続け、全日本学生選手権 52kg 級3年連続ベスト8などの実績を残したが、大学卒業を機に柔道から引退、柔道3段。 23歳から始めたサンボでは全日本大会1998年から2005年まで8連覇を果たし世界大会でも4度銀メダルを獲得。またブラジリアン柔術では2002-2003年全日本選手権優勝や2004-2006年パンアメリカン大会優勝という実績を持つ2003年5月24日女子プロレス団体アルシオン アーティストマイナス1のメインイベントで吉田真理子と3分後 r の異種格闘技戦を行い、名勝負を繰り広げるも、3R3 分30秒エビ固めで敗れた。2004年8月5日、松本博美戦で総合格闘技デビュー、1R40 秒チョークスリーパーで勝利。2005年5月、アブダビコンバット女子 60kg 未満級の準決勝で、 キーラ・グレーシーに腕ひしぎ三角固めで一本、負けするも3位決定戦で、ギャジーパーマンにトゥホールドで一本勝合致し、3位入賞を果たした。2005年6月5日、吉田マリコプロデュース工業、いぶき第1回大会で、吉田とタッグを組んで、木村京子栗原歩と時間無制限3本勝負で対戦。吉田、藤組は3本、木村、 栗原組は一本で勝ちという特別ルール。一本目は木村を三角締め、二本目は栗原を腕ひしぎ十字固めで、藤が取り、三本目は吉田が木村から、片蛇固めで勝利となった。2006年3月19日の伊吹き第六回大会にも出場した。2005年7月29日、新宿フェイスの小ラ落とし工業、W フェイスで、 近藤幸と5分 1R の柔術、スペシャルエキシビションで対戦。2007年5月、アブダビコンバット女子 60kg 未満級の準決勝でフェリシア王に一本負けするも3位決定戦でビアンカバレットに勝利し、2大会連続の3位入賞を果たした、この時の優勝者は門の潮田沙也加。2008年9月12日、立ち技格闘技初挑戦となる。 シュートボクシングに参戦し、富田美里に判定負け。2008年11月16日、ジュエルズ旗揚げ戦で、森友子と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2009年2月22日、アドック世界大会アジア予選女子 61kg 未満級に出場。準決勝で、橋高代に腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。決勝で、 千代田さやかに判定勝ちし、日本代表となった。2009年7月11日、ジュエルズ・ホースリングで、石岡沙織と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2009年8月11日、シュートボクシング、ガールズ・エス・カップ2009の、スペシャル・エキシビション・マッチ、1R ジュエルズ・ルール、2R シュートボクシング・ルールで、渡辺久江と対戦した。 2009年9月26日、アブダビコンバット2009、女子 60kg 未満級1回戦で、ヒラリー・ウィリアムスと対戦し、チョークスリーパーで1本負け。2009年11月23日、シュートで行われた、シュート VS パンクラスの対抗戦で、ウィンディ・トモミと対戦し、腕ひしぎ十字固めで1本勝ちを収めた。2009年12月20日、 ジュエルス一周年記念パーティー表彰式が開催され、年間最高試合賞、ジュエルズ・フォース・リング・ VS ・石岡沙織、厚労賞を受賞した。2010年4月17日、ディープ47インパクトにてミクの引退エキシビションマッチの相手を務めた。2010年6月10日、初参戦のベラと IFC で、サラ・シュナイダーと対戦し、 マウントパンチのレンダーで TKO 勝ちを収め、プロ20戦目にして、自身初の KO 勝ちを挙げた。同年、女子115ポンド級、マイナス52キログラム、トーナメントに出場。8月12日のベラトア24で行われた1回戦では、カーライスパルザに腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。9月30日の準決勝で、リサワードに腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。 10月28日の決勝でゾイラ・フラウストに1から2の判定負け。優勝を逃すとともに初黒星となり、デビュー以来の連勝記録が22で、と説た。2010年12月30日、戦局ソール・オブ・ファイトで、富士のエミと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2011年3月の東日本大震災直後には、 街頭での募金活動や、被災地でのボランティア活動にも、積極的に参加していた。2011年7月9日、ジュエルズ15スリングで、長野美香と3年半ぶりの再戦。3から0の判定勝利。2011年12月31日、熱望していた大津ごもり参戦となった元気ですか。大晦日。 2011における女子唯一の試合で 1R で、必死に十字固めで一本勝ちを収めた。2012年6月、世界で活躍する日本人として、朝日新聞グローブ突破する力に掲載される。2012年12月24日、VTJ ファーストで、VV 名と対戦し、3から0の判定勝利。なお、この試合を大会ベストバウトに推す声も多く、ファン、 関係者が選ぶシュート &VTJ アワード2012のベストバウト部門で第3位に選出された。2013年1月、ワマアワードで次世代に最も影響を与えた選手、感銘を受けた選手として、モストインスピレーショナルファイターを受賞。2013年6月22日、VTJ セカンドの休憩明けに刑事に登場し、 VTJ サードへの出場と、その試合をもって、現役を引退することを発表した。2016年6月16日、第1子場時出産。現在は、理人で女子の試合解説、広島県福山市の格闘技事務でインストラクターをしている。前職は、レースクイーン事務所のマネージャー。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。